いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちら屋根の雪をね、機械で下ろしていきたいと思います。では行きましょう。いつもはねちょっと手作業なんですが、はいね、登るよりも大変ですし、はいね、ちょっともうここのね雪もちょっと少なくなっちゃってるんで、はい、ちょっとね、横着して、はいね、重機で雪をね下ろしていきたいと思います。はい、ね、トラックの荷台とかはねやんちゃにやっても壊れることはないんですが、はい、ちょっとね屋根なんでね、これ物置の、はい、ちょっとね下手こくと壊れてしまう可能性があるんで、はい、十分にね注意しながらやっていきましょう。はい、ね、こうこんな感じで、はい、やっぱりちょっと危ないですね。こう差し込んだ状態で、はい、あ、もうこっち側に帰ってこないですね。そしたらもうこの差した状態でちょっとバックしていくと、はい、こんな感じでしかないですね。はい、ということでね、あまり効率は悪そうな感じはしますけども、どうでしょう。もうね、これ稲葉物置さんに怒られちゃいますよね。重機での屋根の雪下ろしは絶対にしないでくださいってね、注意書きされるかもしれませんけど。はい、まあこんな感じでなかなか、はい、難しいっていうのが分かったんで、まあ今ね引いてダメならやっぱり押してみましょうっていうことになりますんで、まずバケットの水平をね維持しましょう。はい、そして高さをねちょっと合わせて、はいね、10センチぐらいは上げましょうかね。まあ5センチ、まあこんなもんでしょうか。はい、でね、こう差し込んで行く感じになりますね、今度はね。はい、という感じでね、なかなか思うようにいかないっていうね。はい、ただねちょっと今落としてみましょうかね。まあそうですね、大した雪じゃないですね。まあ本当にちょっと人力でやるね、ちょっとまあちょっとは少しね楽できるかなというところで、はいね、絶対に屋根には当たらないように、はいでね少し持ち上げて、はい、いや今度は少しねいいんじゃないでしょうか。どうでしょう。はいね、今までね毎回人力でやってましたけどね、これすごいいいやり方ですね。はいね、ちょっとこれ下に落ちたやつは少しねこう押しましょう。はいね、はい、もう一回ねやっていきましょう。水勾配はね後ろ側にこう来てますんで、
まあ、奥に従って徐々に上がっているというふうに、はい、なります。はい、ね、こんな感じで今日はね、3度という予報なんで、はいね、結構溶けると思いますけども、はいね、ちょっとこの辺もこうバックしながら、はい、こう、はいね、自分のところだからできますけど、これお客さんにねやれって言われたらちょっとやりたくないというかね、まあ、人力で、ね、スコップ持ってやった方がいいのかなと思います。はい、ね、こんな横からねちょっともう一回見てみましょうか。はい、どうですかね。まあ人、まあね、手作業でやる、まあそうですね、半分ぐらいはちょっとできたのかなと思いますけどね。はい、ではね、後ほど、まあ手作業でね、こうはしごでもかけて、まあ下ろしてみたいなと思います。はい、ということで以上、ご視聴ありがとうございました。